我にこれを渡すとはつまるところ、我にずっと頼りたいというのじゃない？何？違う？我に頼るのではなく、我に頼られたい？誰がお前に頼るものか！これをもらってもだ！これは…なんとも貧相な小アッパよの。我は朝凪、神風型の朝凪じゃ。今日からお前の部下になるようじゃが、面倒をかけてきたらつく、迷惑をかけてきたら叩く、指揮官として不適格なことを一つでもしたら腹に一発見舞ってやるのじゃ。神風型八番艦の朝凪じゃ。以前は第十五型なんぞという無くつけきなであったが、そこはほれ、以心伝心というか我の力を認めた者どもがこの名を送って起こしたのじゃ。さあ我の指揮官としてしっかりせい。たるんでおれば根性を注入してやるのじゃ。やっと来よったか指揮官。今まで一体何をして。って無視するんじゃない。我が名誉ある神風型に連なる者と心得よ。そして周りに習い、ちゃんと敬わないと一発。って団子を用意したから一緒にどうか。じゃと？気が利くの。何？お前が我のために茶を入れただと？なかなか気が利くではないか。褒めてやろう。私どもを弾んでやるぞ。また間違えとるではないか。我の鉄拳を。痛いからやめてって。確かに痛くするのは我の本意ではないからな。よし、痛くしないように脇腹に一発だ。おいて、我の履物をどこに隠した。片足ずつ散らばってたからまとめて下駄箱へ。それはそのすまぬ。あ、そこそこくー。指揮官、お前のマッサージの腕もなかなか上達したの。何をするかこのしれ者が。触って何が楽しいんじゃ。屈辱。我の拳をその小腹に食らわせてやるのじゃ。指揮官よ、まだ任務が残っておるようじゃぞ。放っておけば積もり積もってしまうからな。さっさと片付けてしまわんか。これは…この任務は終わっているではないか。まったく放置はいかんぞ。指揮官宛ての文が届いておるぞ。ほったらかさんでさっさと確認せい。指揮官か、やっと戻ったか。我を無視するとはいい度胸。見えなかった？お前の目の前にいるのじゃ。あまり失望させんでくれよ。我からはそれだけじゃ。我のことをなめおって。本来なら百叩きの刑でもおかしくないと思うが。いいだろう、ここは腹にガツンと一発で許してやろう。仕事はいつでもテキパキ手早く進めるべきじゃな。なーに、いつでも我が手伝ってやる。そうすれば困ることもなかろう。常日頃から頼りにしてくれていいぞ。何？そっちの方が早く終わらせた、だと？いや、ほら、我が手伝っているから早いとか、そんなの。まぐれじゃ！きっとまぐれに決まっとる！いや、別に何でもないぞ。別にお前の方ばかり気になって、
手元がおろそかになっていたとかそういうわけでは絶対にないからな。違う、そうか、お前がこうして我の気をそらしとるのじゃな。正直に認めんか。我にこれを渡すとは詰まるところ、我にずっと頼りたいというのじゃな。何？違う？我に頼るのではなく、我に頼られたい？だ、誰がお前に頼るものか！これをもらってもだ！おい、指揮官！委託組が戻ってきたようじゃぞ。腹に一発食らいたくなくば、茶菓子でも用意して出迎えに行かんかい！もう、多少は強くなったかもしれないよ。多少、多少じゃぞ。お前の力、見せてもらおうか。我ら神風方は甘く見た罰じゃ。なな、ちょっと手を抜いただけじゃ。ガツンと一発食らわせてやるのじゃ。この程度で音を上げる神風型ではないわ。指揮官、遅いぞ。我が首を長くして待っておったんじゃからな。感謝するがいい。やはり指揮官に多く世話になっていることは否めないの。これはどこかで借りを返さなければならんか。今晩は我のために時間を作ったと？そうか。それはなかなか良き手法じゃの。お前のエスコート、楽しみにしとるよ。待つ風、指揮官の煩悩は我が引き受けるので心配せずともよいぞ。なぜそんな顔をするのじゃ？我じゃ務まらんとでも言うのか？そうじゃ。あいたたた、違う、そこはよーくて。あいたたたたたた。ふふふ、我の魅力を見くびるんじゃないぞ。もう終わりか。まだ任務が残っているではないか。だから言ったであろう、無理しすぎると抜けが出ると。手伝ってやるから少しずつでも手をつけていくんじゃぞ。これもこれも、こっちも終わっているではないか。さすが我の指揮官じゃ。指揮官、こいつらにガツンと一発食らわしたじゃ。ふむ、少々やりすぎてしまったかのう。